そういえばお前、ウルノーガを倒した時、魔王の剣を手に入れてたよな。見た目は変わっちまったが、あれはもともと勇者の剣だったんだ。装備してみても問題ないんじゃないか？呪われない？大丈夫？おー、元通りの姿。久々。平和って感じやね。よかった。ウルノーガが取り込んでいた大樹の魂が元に戻り、命の大樹が息を吹き返したんじゃな。じゃあもう完璧に消滅したんやね、ウルノーガは。見せてあげたかった。帰ろうぜ。みんなのところに。みんなとは？石の村か、うん、いや、会ったことない人もいっぱいおる気がするけど、この仲間の中には。それぞれのみんなの元にってことか？まあ、あれやね、平和になったけん。また、今まで、辿ってきた道を回っていきたいよね。平和になった世界。ほっ。エンディングですか？エンディング？でもだいたいあれよね。エンディング後になんかあるよね。まあおそらくやり込み要素とかがあるけん。ボイスキャスト主人公雑賀美月さんって結構普通にちゃんとした声優さん？あんな、は、とか、うん、とかしかなかったのに？めちゃくちゃ豪華やん。その辺のスタッフさんでもわからんかったと思うけど。がっつり喋りよったとこもしかしてあった？ないよね。あ、てかそれぞれの場所に戻ってきとるやん。みんな幸せそうだね。良きだね。あ、一人ずつ解散していきよる感じかな、これ。回っていって。これケトスで下ろしていきよるってことやろう？まずシルビアさんがおらんくなった。なんか悲しい。なんかめっちゃ悲しい。次は誰？ここはあれか、神の妹がおるとこか？違う？どここれ？あ、これユグノア城か。あ、なるほどね。亡くなった両親と、まあ、国民たちに手を合わせよる感じか。まあ、そっか、老じいちゃん的にはここになるんか、場所。何？一緒に行かないの？でもこの場所におってもさ、ここ、ユグノア城跡地やけど。何？どうするん？一人でここを復興していくとかいうわけじゃないよね。いや、復興するのはいいと思うけど、一人じゃ無理よ。一人じゃ無理よ、さすがに。何？置いてくの？マジで？いや、まあ、主人公と合流するまで一人で旅しよったんやろうけん。別にやっていけんことはないと思うけども。あそこで解散すか？どうするんやろう。これあれやね、エンディングロール終わった後、じゃあもう一回この、今たどり寄る場所を回ってみよう。おじいちゃんどうなるんやろ。そこ気になるよね、普通に。何？おろせって？
何どこあれ。あの像なんやっけ。あー、ここはあれか、セーニャ。戻ってきたよみんな。ベロニカが亡くなったことはまだみんな知らんかったんかな、この里の人たちは。告げんまんま出てきたんやっけ。お墓や、お墓。ベロニカの。何あの絵。ケタスの絵か、もしかして。想像上での。ここは何やっけ、クレイモランやっけ。あ、ここにおったんか、妹。そっかそっか。じゃ、ここで神も解散と。帰ってきたよ。平和になったよ。これからは兄弟仲良く過ごすんやな。なんか一応12月かなにカミュとこの妹、この二人が主人公のドラクエが出るっぽいけど、あのなんか、ドラクエ、トレジャーズやったっけ？盗賊としての、生き方生き方というか、なんかそういう話みたいやけど、それは、やるかどうかはまだ、わからん。楽しそうやけどね、いろいろお宝を探していく、ストーリーはあるんかな？もう主人公のとこに来たな。あれ？マルティナはどこに？確かにグレイグは、お城がもう、ないんか？で、ここでまあ一応ね、英雄的な感じで祀られとったけん、一緒に帰ってきてもおかしくないんやけど、王様もここにおるしね。まあそっか、じゃあマルティナもここでいいんか。王様がここにおるってことは。で、三人はまとめてここやね。これで全員それぞれの場所に戻ったわけやね。めちゃくちゃ景色綺麗なんやけど。いや、本物やろ、あれ。この、ね、緑と、滝。すごいな。ん？これはあれか、過去？あ、ここで拾われたんやね。おじいさんに。あのおじいさんは亡くなっとんやっけ？さあ、ここからみんな、え？集まってきましたけど？いや、待ってよ、よ。エンディングロール終わった後、君たちのところに行こうと思ってたんだけど、なんか集まってきたぞ。何しに一回解散したん、ちょっと。別に解散せんでも、全員で回っていけばよかったやん。これならね。
何何何？なんか光おるよ。ここはどこ？あれ、よっち。何あれ、歯車？The end。アイヌたちが魔王ウルノーガを倒し、世界に平和が訪れてから数日後。G エンドの後に続けんなよ。アイヌと仲間たちは、ベロニカの死を悼んで、ラムダの思い出の地に集まっていた。To be continued。気になる。集まって。これまでのあらすじ。死闘の末、とうとうすべての元凶である魔王ウルノーガを倒したアイナたち。地に落ちた命の大樹は復活を遂げ、荒れ果てた世界に再び光が戻った。使命を果たしたアイナたちは、それぞれ自分たちの故郷へと帰っていった。そして。アイナたちが魔王ウルノーガを倒し、世界に平和が訪れてから数日後。アイナと仲間たちは、ベロニカの死を悼んで、ラムダの思い出の地に集まっていた。なんか持ってる。あれ？なんか、おじいちゃんだけ持ってなかったことない？持っとった？お姉様、見てください。今日は世界が平和になったお祝いをするため、こうして皆さん来てくださったんですよ。打ち上げ的な感じか。おじいちゃんは持っとるね。持っとるね。ちゃんと。命の大樹があんなに気持ちよさそうに葉を広げていますわ。いやーもうすっかり全部元通りやね。今までいろいろあったけど、私たち本当に世界を救ったのね。うんうん。悪しき魔王の手によってこの世界は一度闇に覆われました。私たちは尊い多くの命を失った。だって世界中で結構な人数死んだんやろ？でも、私たちはこうして生きています。でも、にしてはあれよね。デルカダールはなんか、何度だってやり直せますわ。崩壊して、最後の砦とかいうとこにみんな集まっとったけどさ、他の町とかって結構普通にみんなおらんかった？気のせい？いつまでも泣いていたら、お姉さまに怒られてしまいますものね。バッカじゃないのあんた。世界が平和になったってのに辛気臭い顔してんじゃないわよ。もう名前ね。おお、こちらにいらっしゃいましたか。何誰？里の者が祝杯の宴の主役はどこだとしびれを切らしておりましてな。皆さんぜひ里にいらしてください。待ってました。祝杯の宴よ。さあ行きましょう。ゴーゴー。楽しそうだなみんな。子供たちも元気で何より。ラムダの人たちは厳格な方ばかりだと思っていたけれど、平和になって嬉しいのはみんな同じね。うんうん、浮かれてる。せっかくの宴だ。俺たちもパーッと楽しもうぜ。ベロニカが羨ましがるくらいにな。ロトゼタシアの救世主。仲間たちと共に魔王ウルノーガを倒し、命の大樹を蘇らせたロトゼタシアの救世主に贈られる称号。いいね。救世主様やわ、私。何やってんだ？あらあらあら。男前。いい体ですと？私はデルカダール王国の一将軍。そんな賛辞を受けるような身分ではありません。おい、アユナ。先ほどからこのご婦人方が解放してくれるのだ。なんとかしてくれ。いや、いいんじゃない。まあまあまあ。お兄さんたら、惚れ惚れするほど男前だわ。やっぱりイエス様の仲間は違うね。
おばちゃんがあと数十年もかかったら絶対にほっとかないんだけどね。って冗談よ。わっはっはっは。幻覚どころじゃねえな。普通のおばちゃんじゃねえか。あらあら、ちょっとあんた、ずいぶんいい体してるわね。さすが魔王を倒しただけあるわ。魔王から世界を守ってくれたんだから、今度はおばちゃんを守ってもらおうかね。なんちゃってね。あはっはっは。呆れとんやね。うん。奥様たちの気迫に負けて、あの輪に入っていく自信がないわ。入っていきたいんかい。私もお二人とおしゃべりしたいのに。お二人と？あ、神もなの？グレイグだけかと思ったら。そういえばお前、ウルノーガを倒した時、魔王の剣を手に入れてたよな。見た目は変わっちまったが、あれはもともと勇者の剣だったんだ。装備してみても問題ないんじゃないか？呪われない？大丈夫？本当に？あ、なるほどね。元勇者の剣か。装備袋、魔王の剣。強い闇の力で全てを切り裂く魔王が作りし狂剣。あの目玉がついてるやつやろ、めっちゃ嫌やん。あーでもだいぶ強い。やっぱあれよね、アユナしか装備できんねよね。呪われとるとは書いてないけん大丈夫か。装備しようしよう。あ、目玉ないやん。よかったー。うわ、なんかマガマガしいな。こんな感じになったよ。こんな感じになったよ。装備したよ。装備したらセリフ変えろよ。で、さっきからそこで舞い寄るシルビアさんがすごく気になっとる。あー、なんて素晴らしいの。真面目なラムダの人たちとこうしてノリノリで踊れる日がやってくるなんて。みんなの自由を奪う魔王もいなくなったし、これで世界中の人々を笑顔にするために、また一歩近づけたわね。ていうか、あれは？あの、子分たちはまた置いてきていいのかい？せっかく平和になったのに、踊りより可愛い。こんなヘンテコリンな踊り、僕見たことなかったけど、なんだかとっても楽しそうだね。僕も踊りたくなってきちゃった。おばあちゃんも誘ったら一緒に踊ってくれるかな？この人、おばあちゃん。何やら怪しげな踊りだね。でもこの子が楽しそうにしてるなら、それだけで私は幸せですよ。よかったよかった。めっちゃ踊りよる。ダンスなんてしたことないからなんだか恥ずかしいですわ。こんな感じでしょうか。それ、えい。かわいい、いいと思う。人前で踊るなんてはしたないまね。今までは絶対にできなかったけど、世界が平和になったのが嬉しくって、勝手に体が動いちゃうんだもの。こういうのは楽しんだもの勝ちよね。これからはなんか、この里もいろいろ変わりそうだな。ん？どうした？続きが気になるんだよな。このゲームの？覚えていますか？あの日二人で見たロトゼタシアの美しい景色を。吸い込まれそうなほど真っ青な空。夕焼けに染まった茜色の海。生命の輝きに満ちた大樹の葉。あなたと共に見たその全てが、今も私の心に焼き付いています。とても心惹かれる文章だろう。この村の蔵書にあった、宛先不明の古い手紙に書かれていたのさ。気に入って何度も読み返しているうちに、内容を覚えてしまってね。この手紙には続きがあるようで探してみたんだけど、ここにはないみたいだ。そういえば君は、世界を旅してるんだよね。もしよかったら、この手紙の続きを探して、僕まで届けてくれないか？いや、まあいいけど。聖地ラムダにいる銀融詩人に心惹かれる古い手紙の続きを探してくれと頼まれた。本当かい？ありがとう。村の人に聞いた話だと、僕が読んだ手紙はラムダの蔵書に挟まっていたらしいよ。何年か前、サマディの貴族がラムダの古い暮らしを買い漁ったそうだから、その中に混じって持っていかれたんだろう。まずはサマディに行って、貴族の住んでいそうな家を訪ねてみるといい。それじゃあよろしく頼んだよ。クエスト。イニシエの愛の手紙を引き受けました。なんだ、ゲームの続きじゃねえのか。